クレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃん、スーパーシロ、スーパーシロは2019年10月13日から2020年9月7日までアベマ TV、テラサで全員48話が独占配信されたウェブアニメ。各話5分。テレビ朝日の開局60周年を記念として制作されたクレヨンしんちゃん外伝シリーズの最新作。本作では野原一家に飼われている犬。 白が世界を守るスーパーヒーローとなり、伝説の骨、ボボボボボ,ボーンをめぐって、世界征服を企む、発明犬、デカップルと白が壮大な追いかけっこを繰り広げる。これまでも、新之ケ以外のキャラクターがメインとなる作品はあった、ものの、白が主役として起用されるのは、史上初の試みである。また、タイトル名の通り白が主人公であり、新之ケをはじめとした、 テレビシリーズのキャラクターはほとんど登場せず、本作のストーリーには一切関与していない。2019年2月3日に情報解禁。その際、シロが主人公に起用されたことについて、野原慎之介は、おら、何にも聞いてないぞと語っていた。その後、7月11日に予告編と配信日程が解禁され、さらに9月11日に、 主題歌とスーパー白体操が解禁された。夜は短し歩けよ止め、君と波に乗れたらなどの作品を送り出し、近年の劇場版で制作協力として参加しているサイエンスサルがアニメーション制作を担当。本編を手掛ける新鋭動画は制作委員会の立場で参加しているが一部話数の制作も担当している。総監督にはシリーズ初期から 設定デザインや作画を手掛け、国内外で高い評価を受けているユアサ、湯浅正明を起用。湯浅が、クレヨンんちゃんシリーズの監督を務めるのは、新面以来二度目である。シリーズ構成には、テレビシリーズや劇場版、外伝シリーズでもシリーズ構成、脚本を務める上の君子が脚本を執筆する。また、第45話の劇中音楽、効果音は、 ヒューマンビートボクサーの第一が担当した。バンダイビジュアルより、DVD 上巻が2021年4月27日、DVD 下巻と BD が2021年9月28日に、発売予定。また、それに先駆けて、過去に白をメインとしたエピソードを収録した、クレヨンしんちゃんキットベスト中堅。ふわふわ白が2020年10月28日に、 万代ビジュアルより発売された。ありがとうございます。